これから2018年度東京大学文化国語第1問の回答解説を始めます。でこちらの第1問は現代文となっております。で一応本文ね、こんな風に書き込み入れたものを使ってはいくんですけれども、ね、ちょっとこちらのカメラの都合上、ね、全部を一気に写すことができないです。でそういう風になるとね、まあ、こうやってずらしながら解説をするんですけれども、まあ、それではね、多分皆さんが動画を見ている皆さんが見にくいと思いますので、まずこちらの問題を PDF か何かの形でダウンロードできるようにします。ですから皆さんは、まあ、動画ね、動画を見ても一応手をね若干は動かしているんですけれども、基本的には話しています。話していますから、その PDF か何かをダウンロードして、そちらを見ながら回答ね、回答解説をこの動画を見ていってください。ちょっとこちらのねところでこうやってごちゃごちゃするのも多分皆さんにとって見づらいと思いますので、ダウンロードしてそちらを見ながら解説を聞いていってください。で早速ね、問題を解く方に入っていくんですけれども、まず解き方として、東大の問題すごい難しいっていうふうに考える方がいらっしゃいます。まあ、実際難しいです。でだからといって難しいっていうのは変な問題が出る、難問とか鬼門が出るっていうわけではなくて、本当にね、設問が練られていて根拠を明確、ただ文章を深くそして正確に読んでいないと解けないようになっているんです。ですから難しいわけですね。ですから必ず前後関係とか、今回はあの色分けをしております。でちゃんとどことどこが類比、同じような意味になっているのか、どこが言い換えになっているのかっていうことを正確に探す必要があるんです。そしてそれが探せれば、その探した部分、ね、防線部の言い換えになっている部分を組み合わせて自分の回答にしていけばいいわけです。でその時に、まあ、ちょっとね、多分皆さんが赤本とかもしくは予備校さんとかの授業で回答を見ると思うんですけれども、あの回答は本当にできる、ね、素晴らしい、ね、予備校の先生方が回答を練りに練って作っているものです。ですから皆さんがね、これ実際30分ぐらいで解かなきゃいけない問題なんですけど、30分の中で書けるような回答ではないです、はっきり言ってね。あんな回答をね30分で書けたら本当にすごいですよ。ですからそんな風にすることは、まあはっきり言って難しいので、ああいう風な綺麗な素晴らしい回答ではなくて、ちょっとつたなくてもいいですから、きちんと本文の中から根拠を持ってきて回答できてれば構いません。何かすごい綺麗な文章とか、ね、表現力が素晴らしいものにしなきゃいけないっていうわけではありません。きちんと回答をね見て点数つけている採点者に分かるように書いてくれれば大丈夫です。そこは心配しないでくださいね。それでは早速文章を読みながらやっていきましょう。でまずルールを教えます。一応このねダウンロードした形で皆さん見ていると思いますが、丸をつけている場所、まあ、特に重要な単語になっている箇所です。そして黄色の蛍光ペンで引いてある箇所、黄色のマーカーですねのところは指示語もしくは接続詞です。必ずチェックしてほしいものですよ。で今回はオレンジ、ピンク、そして緑色というのはそれぞれの分野に関して説明をしているところをまとめてラインが引っ張ってあります。ここのオレンジのところは歴史もしくは過去に関する話で、ピンクのところは全部物理、素粒子に関する話、そして緑のところは全て地理学に関する話となっております。まあ、そういうふうに、ね、色分けをしておりますから注意してください。あとはね、赤線の矢印っていうのは、まあ、例えば指示語の箇所であったり、ここ同じ類比だよっていうふうのを、まあ、特にね、示したい場合に使っております。まあ、そういうふうな形で、ね、解説をしていきますから、まあ、先にね、教えておきますので、理解しておいてください。それでは早速、第1問からやっていきましょう。では、問1からいきましょう。まず最初ね、問1に関しては4ページのところだけで問題が解けますので、まあ、4ページまとめて全部解説をします。で、まあ、一言一句ね全部文章を読んでいくのもちょっと時間がかかりますから、まあ、必要な部分だけを、ね、抜粋しながら文章の要点をつかんで話をしていきます。では最初からよろしくお願いします。でまず最初ですね、過去に関しての話をいきます。過去というのは視覚的に見ることも聞くことも触ることもできない、当然ですね。ただ想起することができると。でその体験的過去における想起にあたるものが歴史的な過去においては物語行為であるというのが僕の主張であると。でつまりここは言い換えですね、過去は知覚ができない、ここ最初のね1行目と同じですよ。その実在を確証するためにはね、知覚できない、触ることもできない、実証することができないのに、なんで確証を得られるかっていうと、ここの後ろですね、想起や物語行為をもとにした探究の、はい、手続き
すなわちまた言い換え発掘や資料批判といった作業が不可欠なんですとあります。でここもう筆者言ってくれてますね。2行目僕の主張に他ならないと言ってるわけです。すなわち筆者はこの本文を通して歴史的な過去においては物語行為っていうのがこのね過去というのを知覚できない、それを実証するために必要なものだと言ってるわけです。過去という知覚的に触れることもできないものを実証するためには物語行為というものが必要不可欠なんだよというふうに言いたいわけです。そして次にそこで過去と、はい、同様に知覚できないにもかかわらず我々がその実在を確信して疑わないものとあります。それが素粒子らしいです。ここは過去もしくは歴史の言い換えというか言い換えではありませんね、類比と言った方がいいでしょう。類比なわけです。同じことを言いたいわけです。で素粒子というものは色も形も味も匂いもないからもちろん知覚することはできないわけです。ところが、ね、我々はその素粒子の、ね、筆跡、まあ、飛んだ跡と書いて筆跡ですね、そういうふうなものを見ることによってあそこに素粒子があったんじゃないかなというその痕跡を見ることはできるんですね。そして棒線部あに行きます。その痕跡が素粒子の実在を示す証拠であることを保証しているのは量子力学を基盤とする現代の物理学理論に他ならないと言ってるわけです。でちょっと先にも読みますね。その意味では素粒子の実在の意味は直接的な観察によってではなく間接的証拠を支えている物理学理論によって与えられているということができますとあります。すなわち棒線部アの言い換えがその真後ろに来ているわけですね。そして棒線部アにその痕跡とありますからその痕跡指示語です。この指示語が指し示す内容はもちろんその前のここですね、霧の箱そして泡の箱によって捉えられた素粒子の、ね、跡その痕跡だけですね、はい、で棒線部アの問題これはどういうことか、ね、説明しなさいというふうにあります。で東大の問題はどういうことか説明しなさいというふうにいつも来ますから、ね、棒線部を区切るかもしくは全く同じような言い換え表現を探してそれを自分なりに回答を組み立てて文末気をつけてくださいね。どういうことかですからほにゃららということというふうに答えればいいわけです。そんなに難しくはないですよ。ただしっかり文章が読めていないとわかりません。ではまず棒線部あの最初のその痕跡の言い換えはわかりました。前にある我々が確認することができる、まあ、細かな証拠というわけですね。素粒子の跡を見ることができる。そしてそれらの証拠っていうものが、ね、それが素粒子のものだというふうに確証を与えているものは後ろにある物理学理論なんですよね。で、ボセマンの後ろの文章、その意味では素粒子の実在の意味は直接的な観察によってではなくすなわち知覚することはできなくて間接的証拠すなわち痕跡ですよねを支えている物理学理論によって与えられているということができるというふうに書いてあります。ここが棒線部あの言い換えですよね。ですからまずこの後ろのその意味ではから逆にまでの文章とその前のその痕跡の指示語の内容が当てはまれば問いのあは答えることができたわけです。では問1の回答を示します。はい、ここ見てくださいね。あと1のここを見てください。本来知覚し得ない素粒子の実在は筆跡すなわち霧の箱霧箱や泡箱等の間接的証拠とそれを支える物理学理論によって確証できるということ、これが回答になります。この回答の中の本来知覚し得ない素粒子のっていうところが、はい、後ろにある、まあ、直接的な観察によってではなく間接的な証拠を支えている、はい、間接的な証拠を支えているという部分になります。この間接的な証拠が本来知覚し得ない素粒子の実在の筆跡すなわち霧の箱や、はい、霧じゃありませんすみません霜ですねすみません霜の箱や、ね、泡の箱って書いてあるわけです。こちらですよ、はい、で次、量子力学を基盤とする現代の物理学理論が保証しているというふうに言ってるわけですから、それの後ろ、ここですね。これが物理学理論によって与えられている、これですね。物理学理論によって与えられているというふうにかけて、ここ、2ポイント目というふうになります。
まあ簡単にまとめるともう一度いきますね。本来知覚し得ない素粒子の実在は、はい、筆跡すなわち、ね、この下の箱そして青の箱って書いてあります。それらの間接的証拠ってありますね。それがここの防線バーのその痕跡ですね。で実在を示す証拠なわけです。でその実在を表す証拠、これらの筆跡を支えているのが、はい、防線部後ろのここ物理学理論によって与えられているという部分ですから、ここを言い換えて、はい、物理学理論によって確証できるということというふうにまとめております。これが一応ね、問1番の模範解答というふうにしたいと思います。どうですかね。まずね、何度も言いますが、防線部が来たら防線部をしっかり考えて、まあ、防線部を分割します。今回はその痕跡というところとその実在を示す証拠が出てくるわけですよね。その痕跡としてそれは実在を示す証拠なんだということがあります。そこをまずかけて一つです。その後ろ、それらは物理学理論によって支えられているということをかけて2ポイントです。ここの2つがかかっていれば満点というふうにしたいと思います。まあ、三角点か中間点は自分でつけてみてください。それではですね、次科学哲学この4ページの一番最後の行ですね、ここの科学哲学から問い2の方法に移っていきたいと思います。それでは続きからいきましょう。続きはここのね、科学哲学4ページの一番最後の段落ですね、最後の行ですのところから始まって、まあだいたいここですね、以上の話からの前まで読んでおけば分かれます。ではいきましょう。科学哲学ではこのように直接的に観察できない対象のことを理論的存在ないしは理論的構成体と呼んでいるとあります。で、指示語が出ていますからきちんと確認しましょう。このように直接的に観察できない対象とありますね。それは何かと言いますと、まあここですね、直接的な観察によっては実在はね、分からなかったものとして素粒子がありますね。ですから素粒子がまずここですね、このように観察直接的に観察できない対象です。そして歴史もそうですよね。過去ね、歴史と同様に素粒子っていうふうに類比で出てきたわけですから、もちろんこの歴史、まあ、ここは過去ですね、前に戻ると歴史です。歴史においてももちろん直接的に観察することはできないわけです。ここの前で出ている2つの、ね、似たようなもの、まあ、素粒子と過去、まあ、歴史ですね、それが理論的存在なんだよというふうに解説されています。で、無論理論的存在といっても後ろですね、はい、防線来ました、理論的虚構という意味は全く含まれていないということに注意しなさいとあります。それは知覚的に観察できないというだけでありますね。それをまず指示語ちゃんと言いましょうね。それとありますから、何かというともちろんここの理論的存在ですね。理論的存在というのは確かに知覚的に観察することはできないが、れっきとした存在であると、少なくとも現在のところ素粒子のような理論的存在の実在性を疑う人はいないと。で、後ろも言いますね。ところが実在を確かめるためにサイクロトロンをはじめとする巨大な実験装置と一連の理論的手続きが要求されると。ですから言い換えですね、はい、見聞収束によって知覚的に観察可能なものだけが実在するという狭隘な実証主義は捨て去らなければならないと。まあそうですね、直接見るだけ、見たものだけが本当にある確証のあるものだというふうな実証主義は捨て去れと。他方でその実在の意味は理論的探求の手続きと表裏一体のものであるというわけです。まあ、これどっかでも似たようなことが言われてましたね。どこかというと4ページの下の方ですね。下の方ですね、いっぱいなんですね、すいませんね、後ろから数えて4行目のあたりです。それが実在するとは誰も考えないし、第一、根拠が明示されなければ検証や反証のしようがありません。ですから素粒子が実在することは背景となる物理学論のネットワークと不足不利、ここがさっき出てきたここ表裏一体、ここですね、と同じです。じゃあここのね、段落を簡単に訳していきましょう。まず直接的に観察できない、知覚できないものっていうのは理論的存在といったわけです。で、理論的存在といったが理論的な虚構ではないんですね。なんでかといったら、理論的存在というのは確かに知覚的に観察することはできない、ね、知覚的に観察することはできませんでした。だが例
えば素粒子であればサイクロトロンのような巨大な実験装置、そして理論的手続きによって確かに存在というものがね、確証されるわけですよね。ですから存在はしてるんですよ。れっきとした存在なんですね。ですから虚構ではないんですね。存在と虚構は反対の意味ですよね。虚構は嘘のもの、空想の産物です。存在というのは実在のもの、目に見えてあるものという意味ですから、ここは逆ですね。ですからきちんと確かにね、めんどくさいけど巨大な実験装置とか一連の手続きさえ経ていれば、その理論的存在というのは歴史とした存在である。だから理論的な虚構ではないという意味ですよね。で、そこを今言ったような内容をまとめれば、ここの異理論的虚構という意味は全く含まれていないというのを説明することができます。では一応回答の方に行きますね。はい、問い2番。問い2の回答はこうしました。理論的存在は知覚することはできないが、理論的探求の手続きによって確認でき、まあすみません、これ確証できの方がいいですね。確証でき、単に人間が考え出した空想のものではないということ。どうですかね。こういうふうにしました。もう一度読みますね。理論的存在は知覚できないが、理論的探求の手続きによって確証でき、ここ確証に変えてください。で、単に人間が考え出した空想のものではないということです。まず、今の分かりましたかね。ここの意の、ね、防線をまず吟味します。理論的虚構という意味は全く含まれていないとありますが、これの主語は何ですか？理論的存在ですよね。ですからまず問い2番の回答をするときに、理論的存在はという主語から始めてください。で、虚構ではない理由は何かというと、後ろですね。まず、知覚的には確かに観察できない。ところが、このような一連の理論的手続き、すなわち、さらに言い返されています。理論的探求の手続きというものを経ていれば、確かに確証することができたというふうに前の段落で述べられてましたね。ですから、れっきとして存在している。だから虚構じゃないというわけですよね。今言った話、内容をまとめられますか？まず、この防線部 E の主語は何かというと、理論的存在ですよね。ちょっと前も言いますね。理論的存在です。で、この理論的存在がどうして虚構じゃないのかというと、確かに後ろ防線部以下です。知覚はできない、観察、知覚的に観察はできないんだけれども、れっきとした存在だと。じゃあなんでれっきとした存在と言えるのかというと、巨大な実験装置と一連の理論的手続き、すなわちさらに後ろで言い換え、理論的探求の手続きを経ていれば確証することがもちろんできたわけですね。逆にそれがなければ確証することは誰もしないよという意味でした。ですから確証、その 実在ですね、実在というのは確証されるわけですから、れっきとした存在、すなわち虚構じゃないというふうな流れです。という意味で大丈夫ですかね。で、この虚構の説明が本文中にないので、ここは自分でしなきゃなりません。虚構はまあ語彙力としてまあ最低限大丈夫でしょう。虚構というものは空想とか嘘ね、まあ本来のものではない、実在しないというふうな意味合いが虚構です。まあ、その意味をねちゃんと説明することができていれば大丈夫ですよ。まあ、観念的に捉えられないものとか、観念的な、観念的なものとかね、考え出した人間の想像の産物っていう風な意味が虚構には含まれています。今回はそちらでいきますから、単に人間が考え出した空想の産物ではないわけですね。ちゃんと存在が確証できているわけです。それが問い2番の答えになります。大丈夫ですかね。まず問い2番の回答のポイントとしては、主語、理論的存在を必ず書き入れてください。これないと罰です。ね、日本語って必ず主語と述語からできているので主語は必要ですよ。なのでまず主語、理論的存在ですは、もう一点ポイント二つ目、知覚的には観察ができないんですよ、ね、ここも入れてください。知覚的には観察できないが、理論的探求の手続き、ね、理論的探求の手続き、これは別に言い換えて、例えば一連の理論的手続きとかでもいいです。そこら辺は言い換え聞かせ、幅聞かせていいです。で、それによって確認することがまずできる。だから空想の産物ではないという、ここ、これが4点目です。
もう一度繰り返しますね。1点目は理論的存在はという主語があること。2個目、それは知覚できないということ。3つ目、知覚はできないんだけれども、理論的探究の手続き、もしくは一連の理論手続き等々、まあそこは言い換えてください。の手続きをすること。これが3点目。それによって確認できるわけですね。すみません、ここまで含めて3点目です。その理論的探究の手続きによって確認できる。ここまでが3点目。そして最後、だからこそ、人間が作り出した空想のものじゃないという虚構の説明があって4ポイントです。ここの4つ全て含んでいて満点ですよ。大丈夫ですかね。ここの4つちゃんと入れてください。それでは次、以上の話からというところから問い3の話に移っていきます。では問い3の方に参りましょう。では問い3の方に行きましょう。で、次に以上から、いやすみません、以上の話からという5ページ目の前から7行目からいきます。で読んでいきますね。物理学に見られるような理論的探究の手続き、まあ文章前にありました。ちょっと前戻りますね。ここにある他方でその実在の意味は理論的探究の手続きですね。ここのことです。が、物理的事実のみならず歴史的事実を確定するためにも不可欠であることにお気づきになったと思いますと。そもそも歴史の原義が探究であったことを思い出してくださいですね。 History というのは元々の意味が探究という意味なんですね。で、歴史的事実というのは過去のものであり、もはや知覚的に見たり聞いたりすることはできないとあります。ここは4ページ目の最初の方の歴史とか過去に話している部分がありましたね。そこの言い換えですよ。で、その実在を主張するためには直接間接の証拠が必要とされます。それが想起とか物語行為ですね。また歴史学においては資料批判や年代測定などの一連の理論的手続き、そこもありましたね。探究の手続きといったところです。発掘や資料批判といった作業が不可欠というのが4ページ目最初の4行目までに書かれています。全部言い換えです。その意味で歴史的事実を一種の理論的存在として特徴づけることは抵抗感はあるが、それほど乱暴な議論ではないというふうに言っております。まあ、ところがそれだけではね、ちょっと足りないなというふうに作者が思ったんでしょう。引用が来てます。で、ポパーという人がいるんですね。このポパーさんが歴史主義の貧困という本を書いているというわけで、その人の引用がここに来ます。で、なんで引用を使うのかっていうと、使い方、まあ、2つあるんですよ。1つ目は自分と同じような主張をしている人を持ってきて、ほらね、この人もこんな風に言ってるでしょっていうふうに自分の意見を強調する。もしくはまあ、自分と対立する意見の引用を持ってきて、ね、この人がこういうふうなことを言っているけど、実はここはこういうふうな意味で論理破綻してるんだよ、みたいなことを言って、ぶっ潰すわけですよ、相手の意見を。そうすると、もちろん相対的に自分の意見の方が上、まあ、格が上というか、まあ、正しい、理論的に正しいよっていうふうに言えるわけですよね。ですから、自分を上げるか、相手を蹴落とすかっていう意味で引用は使われます。いいですね。で、そのポパーさんの引用、簡単に読んでいくと、この人、社会科学の大部分の対象というのは抽象的な概念であって理論的構成体なんだというふうに言っています。で、若干奇妙に聞こえるが、戦争や軍隊ですらも抽象的な概念なんだと。具体的なものっていうのは殺されたりする人々なんですよね。もしくは制服を着た男女みたいに本当に個別具体のものがまず具体的なものであって、戦争というふうに大きなものをガッとまとめた抽象的な表現、軍隊もそうですよね。いろんな人々をガッとまとめて軍隊というふうに言っているわけです。まとまった集団に一つの名前をつける、すなわち抽象的なものという意味で名前を与えているわけですよね。ですから抽象的な概念と言っているわけです。で、同じことは当然ながら歴史学にも当てはまると。で、歴史の記述の対象はもちろんものではなくこと、すなわちとあります。言い換えですね。ここ気をつけてください。よいしょ。ここですね。すなわち。すなわち。言い換えですよ。ものじゃなくてことなんだよ。というのはね、個々の事物、先ほどやった制服を着た男女とか殺される人々に関して歴史は記述するわけじゃなくって、そういう個々の人々が関係の意図で結ばれた事件や出来事なんだと。ね。で、後ろ、戦争や軍隊と同様にとありますね。ここです。戦争と軍隊と同様に、フランス革命や明治維新が抽象的な概念である。すなわち、関係の意図で結ばれた事件や出来事ですよね。明治維新もフランス革命もいろんなことが絡まって
これで全体まとめてフランス革命、これ全体まとめて明治維新となったわけです。ですから個別具体的なものではなくて、いろんなものを関係の意図でまとめた事件や出来事なんですよね。それはすなわち抽象的な対象なわけですよ。はい。でありそれらが知覚ではなく思考の対象なんだと言っています。ここを言い換えを探してほしいですね。このう防線部、またどういうことかという言い換えです。で思考の対象、まあそれまず先にこっちにでしょう。それらが知覚ではなくてありますね。まあもちろん個別具体的なものは知覚することができます。ですが戦争全体とか知覚できませんよね。もちろんできないわけです。だから抽象的な概念、対象のものと言ってるわけです。すなわち歴史の記述、歴史の事実というものは具体的な個別のものをね述べていくのではなくて、そういうものがまとまった抽象的な事件や出来事だから、もちろん知覚することができない。すなわち思考の対象、これも言い換えますよ。これを抽象的概念、すみませんね、抽象的な対象というものは思考の対象なんですよね。わかりますよ。抽象的な概念であり思考の対象だと思います。こっちは抽象的な対象であり、それらは理論的構成体と言います。ここが思考の対象の言い換えですよね。大丈夫ですよね。ここでは、はい、実際ポッパーさんの言うの中では抽象的な対象であって、それらは理論的な構成体だと言ってあります。で後ろの筆者が言っている防線部では、フランス革命や明治維新っていうのは抽象的な概念であって、それらは思考の対象となるんですよ。ここが言い換えです。理論的構成体の言い換えが思考の対象なわけですよ。で、ここの防線部、ね、どういうことか説明しなさいですから、区切ってやっていきましょう。まず、主語はフランス革命や明治維新ですよね。それ、大まかにまとめて何て言ってました、筆者。ここです。歴史記述の対象はと言ってますから、ここですね。まず、フランス革命や明治維新の言い換えが歴史記述の対象です。それは抽象的な概念である。じゃあこの抽象的概念というのはどういう意味かっていうと、個別具体的な出来事、ね、すなわち事物というものが関係の意図で結ばれたものが事件や出来事であるから抽象的だというふうな意味合いでした。ですからここの言い換えをするために、個々の事物が関連づいて起こった事件や出来事というわけです。すなわち歴史記述の対象というのは、個々の具体的な事物が関係性もしくは関連して起こった事件や出来事であって、それらは知覚ではなく、知覚できないわけですよね。具体的なものではないから知覚できない。で思考の対象、すなわち理論的構成体なのだというふうな言い換えになります。ですから回答をまずこうしました。ロイさん、歴史記述の対象は個々の具体的な事物が関連して起こった出来事であり、知覚することができない理論的構成体であるということというふうにまとめました。で、この回答でおそらく丸にはなると思うんですけれども、さらに言い換えをするなら、この防線の中で私が一箇所言い換えしてないところがあるんですね。知覚ではなくというところを言い換えしてません。こっちの回答でも。知覚することができないというふうに書いてます。ただ、もしここを変えるなら、ね、知覚することができないっていうのと、同意表現どっかにありましたか？探してください。かなり戻りますが、はい。ここの1ページ目のところですね。知覚できないにもかかわらず、というふうにあってて、こういうものは、後に言い換え。直接的な観察によってではなく、すなわち知覚することができないという意味です。ですからここを使って、回答のね、知覚することができないという部分を直接的に観察できないというふうに言い換えてもいいです。ただここはしなくてもおそらく丸がもらえると思います。なんでかっていうと、知覚することができない後ろの理論的構成体っていう、こっちの言い換えが欲しいんですよね。本文に戻りますが、知覚じゃなくって思考の対象って言ってるってことは、重要なのは知覚じゃないっていうことをね、筆者は強調してんじゃなくて、後ろの思考の対象なんだよっていう、こっちを強調したいんですね。ですからこっちの言い換えの方が重要なんですよ、こっちの言い換えよりも。ですからここを言い換えね、しかも言い換えすると直接的に観察できないみたいな、ちょっと変な風になってしまうので、
回答の根拠もね相当離れてます。ですからここはもしかしたら、まあ、多分言い返しなくても大丈夫だと思います。でただね、後ろの思考の対象だっていうところはしっかりと理論的構成体というふうに言い換えてほしいです。でもう一つ、もしかしたらここ理論的構成体を理論的存在にした方がいらっしゃるかもしれません。これもまるでいいです。なんでかっていうと、またこれも4ページに戻りますが、そのように直接的に観察できない対象のことを理論的存在ないしは理論的構成体と呼ぶというふうにあるんですね。ですから、まあ、ここ理論的存在にしてもらっても構いません。どうでしょうかね。ではまず回答のねポイントいっていきますね。まずフランス革命や明治維新っていうものが歴史記述の対象というふうなものにまとめて1点、まずこれが1ポイント目です。でそして抽象的な概念である、ここの説明が2ポイント目です。すなわち個々の具体的な事物が関連して起こった出来事だから抽象的なんだよっていう説明があって、まず2ポイント目です。そして3ポイント目、それが知覚できない理論的な構成体であるというこの思考の対象であることの言い換えができて3ポイント目です。この3ポイントで大丈夫だと思います。もしくはもっと厳しくつけたい人は、それらが知覚ではなくっていうところも含めてここをね言い換えて、直接的に観察できないというふうに言い換えて4つのポイントとしてもらっても構いません。はい、まあ、よりね厳しく採点したい人はここの4つのポイントでやってみてください。では最後に問4番100字以上120字の記述の方に入っていきます。まあ、最後の続き5ページ目のね第2後ろからね、2つ目の文章、理論的存在というですね、2行目の文章ですね。ここから最後問4番の回答の方に移ってまいります。それでは最後問4番の方に行きましょう。5ページの最後から2行目、後ろから2行目の理論的存在といってものところから行きます。ではね、皆さんお手元の もね文章を持ってやってください。行きますよ。理論的存在といっても、ミクロ物理学と歴史学とでは分野が少々かけ離れすぎているから、まあ、身近なところで歴史学の隣接分野である地理学を持ってきたと。で本文のね緑の方ですね、地理学というのは中で出てくる赤道とか日付変更線はもちろん見ることができない、すなわち知覚的に捉えることは不可能だというわけですね。ところが確かに地球上に赤道とか日付変更線というのは存在しているんですよ。人間が設定したんですね。でそれを通過することというのを我々は直接目で確認するのではなく、ね、六分儀などの計器によってまず確認すること、そしてその計器っていうものは地理学天文学の理論によって支えられているというわけです。なんかどっかで見ましたよね、物理学の時の素粒子と同じというわけです。そしてですから赤道や日付変更線は直接に知覚することはできない、ありましたね、歴史学もそうでした、素粒子もそうでした。が地理学の理論によってその実在を保証された理論的存在と言えるというふうにあります。でその次、この理論を物語行為、すみませんね、物語と呼び換えるならとあります。すなわち今まで素粒子の物理学とか、ね、地理学天文学では理論と言っていたものっていうのは歴史学においては物語と呼べるというふうに言っているわけです。歴史学においては物語と呼べるわけです。でその次に具体的な例を挙げていくとあります。はい、仙台からヘレーゼに向かう途中に、まあ、古戦場があるんですね。でそこでは前9年合戦、後3年合戦の時に、まあ、本当にね戦場になった場所なんだと。でも現在行ったら草とかね樹木が生い茂っているだけの場所なんですね。ところがその場所でかつて戦いがあったこと、実在したことは誰も疑わない、すなわち直接にその戦いを知覚することはできません。まあ、そうですよね、前9年合戦だって11世紀の末あたりですからね、まあ、今から900年ぐらい前の話ですよ。まあ、そんなね、もう実際に直接目で感じることは無理です。ところがそこに実在したことは疑わない。なんでかっていうと、そういうふうに確信する理由は陸奥や古今著文集をはじめとする文書資料の記述、前9年合戦絵巻などの絵画資料、あるいは武具や人骨などの発掘物に関する調査など、すなわち言い換えで物語のネットワークに支えられているというふうに言っています。ここの辺、ね、あのオレンジマーカーしてありますが、なんでかと言いますと、思い出してくださいね。4ページです、4ページ。4ページの最初の方、ここ全部歴史の記述は、ね、オレンジペンってしました。で、ここにも発掘とか、ね、資料批判、ちょっと4ページ見てくださいね。4ページの4行目です。発掘とか資料批判という単語があるんですね。ここの言い換えです。で、これそのものは言い換え。
6ページ戻ってください。すなわち、ね、黄色ペンのところです。すなわち物語なんだというわけです。で、このネットワークから離れて全クレーンの駅を同定することはできない。ね、なんでかっていうと、まあ先ほどももっと前にも出たんですけれども、そういうふうな理論的存在っていうのは、そのまず証拠と何かの理論によって支えられて初めて間接的に知覚することができたんですよね。直接的に知覚することはできなかったわけです。まあ、間接的に知覚するというか、まあ、間接的に確証を得られると言った方がいいでしょう。知覚ではなく、間接的に確証を得ることができていたわけです。できていたわけです。直接的には知覚することができなかったわけですよね。ですからそういうふうなもの、このネットワークから離れて考えることはできなかったというわけです。で、まあ、つまり、そういうふうな、前クレーンの駅っていうのは歴史的出来事、いわば物語付加的な存在なのであり、その存在性格は認識論的に見れば素粒子や赤道などの理論的存在と異なるところはないというわけです。すなわち歴史というものは素粒子や赤道などの理論的存在と同じ、歴史も理論的存在なんだよというわけです。これ筆者がね、第一段落で言いたかったことと言ってましたよね。言い換えれば、言い換えです。歴史的出来事の存在は理論内在的、あるいは物語内在的なのであり、フィクションといった誤解をあらかじめ防止しておくならば、それを物語的存在と呼ぶこともできますとあります。で、ここに問題がついておりまして、はい、まあ、こういうふうに防線へとありますが、歴史的出来事の存在はなぜ物語的存在と言えるのかとあります。で、本文のね、全体の内容を踏まえた上で書きなさいというものです。で、先に回答を見せてしまいます。はい、こちらです。歴史的出来事は素粒子や赤道と同様に、ちょっと皆さん、歴史的出来事は素粒子や赤道と同様に知覚することができない理論的存在であるが、探求すなわち文書資料等の批判や発掘調査などの歴史学における理論的手続き、つまり物語によってその存在を確証することができるというふうに書いてあります。できるからですね、というふうに書いております。で、なんで歴史的出来事、問題の方に戻りますね。なんで歴史的出来事っていうのが物語的存在なのかと言いますと、まずここがほとんどの回答の根拠です。歴史、何か出来事っていうのは実在したことを私たちは疑わないわけですね。6ページですよ、6ページ。実在したことを我々は疑わないとあります。オレンジ弁当です。それはなんでかっていうと、その確信というものは言うまでもなく、はい、陸奥脇や古本著文集をはじめとする文書資料の記述や前九年合戦絵巻などの絵画資料、あるいは武具や人骨などの発掘物に関する調査など、すなわち物語によって確信を得られるというわけです。ここが回答の核になります。もう一度繰り返しますね。歴史的出来事、今回は例として、ね、前九年合戦の合戦場が出てます。古戦場が出てます。その歴史的出来事っていうのは陸奥脇とかなどの文書資料の記述や絵画資料、もしくは発掘物に関する調査などの、すなわち物語によって確信を得ることができるからというわけです。ここがまず回答の核、ね、一番書いてほしいポイントになります。ここが書いてないとまず点数は一切もらえないかと思われます。で、次に、まあこれだけではね、100字にもならないんですよ。そして問題問い読んでは、歴史的出来事の存在はなぜ物語的存在と言えるのか、本文全体の論旨を踏まえた上でとあります。で、本文全体に関して触れなきゃいけないんですよ。では本文全体でこの筆者は何が言いたかったかっていうと、まず物語、抽象的にまとまっているのは物語、理論的ですね、理論的存在というものは直接的に知覚することはできないが、ね、何か痕跡、例えば歴史であれば資料ですよね。で、物理学で言えば、まあなんか碑跡、痕跡ってありましたよね。物理学、その素粒子が残した跡です。もしくは、地理であればその天文学、計器ですね。六分儀などの計器とあります。で、それらの何か痕跡とか、こういうふうなものっていうふうに人間が作って指し示すものを支える、それぞれの分野ごとの理論、があって初めて確証が得られるんですよね。間接的にですよ。もう一度言いますね。最初に出てきた歴史、そして物理学における素粒子、
そして最後、地理学における赤道などはそれぞれ歴史におければ資料、物理学におければ痕跡、そして地理学におければ計器、ね、測るものですっていうふうなもので、まず間接的に証拠というものが手に入るわけです。そしてそれらの証拠というものを裏付けるそれぞれの分野の理論っていうものによって支えられて、初めて確証というのが得られたというのが本文全体通してずっと述べられてましたよね。まず一つ目、ここで4ページ目ですね。4ページ目の最初の段落で歴史とか過去。2つ目に、ここのピンクのところですね。ピンクのところに素粒子の話。そして5ページ目の方に行って、はい。ここら辺のところで一旦理論的存在というのをまとめて話してます。で、そこからもう一回歴史の話に戻りました。で、ここの引用の部分、次の5ページの引用の部分は自分の意見を強化するために使っていた場所です。そして最後にもう一度、はい、地理学というふうな類例を持ってきます。で、筆者がもちろん言いたかったことっていうのは、また4ページの最初に戻りますと、ここ、歴史的過去においては物語行為であるというのが僕の主張に他ならないとあります。ね。主張に他なりません。まあ、すなわち筆者は、物語行為こそが歴史的過去においては重要だよっていう話をしたかったんですね。ですからその話にもう一度戻ったんです。最後6ページに戻ってください。6ページのオレンジペンのところです。で戻りました。で最後にまとめということで、物語存在と呼ぶことができるのですというふうに最後のね、防線 A のところで言い切ったわけですね。これで筆者は言いたいことが終わったわけですよ。主張が終わったんです。で本文全体で踏まえたいってこと、本文全体を論旨を踏まえなさいというふうに説問にある以上、これらね、まず歴史、物理、そして地理と、これらも全部含めて同じように理論的存在だったんだよねという話がなきゃいけないんですよ。ね、それが本文全体の論旨を踏まえたことです。まずこれら全部、オレンジペン、ピンクペン、そして緑ペンのところ、地理学、そして過去で物理学というのは全て理論的存在だったというふうにわかるわけですね。まずこれが書いてほしい全体の論旨にかかることも一つ目。そしてそれらは全て何か、ね、例えば歴史だったらもう一度言いますが資料、そして物理学であれば痕跡、地理学で言えば計器ですね。それらをまず発見し、それらを裏付ける支えるものとしてそれぞれの分野の理論が必要だったんですよね、というふうな話が書けて2点目です。ここが全体の論旨で踏まえてほしいこと2つ目。そして先ほど私が言いました、ここの6ページ目のここの角、オレンジペンの角となる部分を書いて3ポイント書ければ満点回答がもらえるでしょう。ということで、まず第一に書けてほしいことはというのを書いておりますよ。歴史的出来事というのは文書の批判もしくは発掘調査などによってその存在の確証を得ることができるということが書けてまず一つ目です。そして本文全体の論旨を踏まえるのであれば、歴史的出来事っていうのは素粒子とか赤道と同様にまず知覚することができない理論的存在でしたよね。それを本文全体で述べてました。それを書いてもう2ポイント目です。これで1ポイントでもう2ポイント目です。そして最後、それぞれの分野における理論的手続き、ね、理論的手続き、回答の方ですよ。理論的手続きによって支えられている。それの理論的手続き、全体ですね。すなわち、歴史学においては、この理論的手続きが物語行為だったんですよね。で、その物語行為によって歴史は確証を得ることができていた。だから歴史的出来事っていうのは、物語的存在というふうに呼べるわけです。どうですかね。これで3ポイント述べました。もう一度解説しますね。歴史的出来事というものは文書資料等の批判や発掘調査などの歴史学における、ね、理論、すなわち物語によって存在が確証を得ることができていたということがまず核です。そして2ポイント目、本文全体の論旨を踏まえるために素粒子とか赤道と同様に理論的な存在だったわけですよね。それがかけて2ポイント目。そして3ポイント目では、まあ、ここはちょっと細かいんですけれども、回答にも少ししか入れてません。このような文書資料等の批判、発掘調査などっていうのは、歴史学における理論的な手続きなんですよね。
すなわち理論的存在というのは、この理論的な手続きを経ていなければ確証を得られないというわけです。そして歴史学においては、この理論的手続きというのが本文で言い換えありましたね。6ページの6ページじゃありませんね、すみません、6ページのよいしょ、ここですね。すなわち物語のネットワークとあります。こういうふうな歴史学における理論的手続きというものは、歴史学においては特に物語というふうに言ったわけです。そういうふうな流れができていて、最後3ポイント目で終わりです。大丈夫ですかね。はい、一度もう一度書いてみますと、歴史的出来事は素粒子や赤道と同様に知覚することができない理論的存在であるが、探究すなわち文書資料等の批判や発掘調査などの歴史学における理論的手続き、つまり物語によってその存在を確証することができるからというふうにします。これを回答ですね。3ポイントですよ。はい、先ほど述べていた3ポイントあるかどうか自分でチェックしてください。先ほど言った核の部分、歴史的出来事は理論的手続き、つまり物語によって存在を確証することができるというのが書かれていないと、おそらく点数が一切もらえないです。もう一つ注意してほしいのは、100字以上、120字以内とありますから、100字オーバーしてなければ採点してもらえません。0点です。さらに120字をオーバーしていても採点してもらえません。0点です。ですからそこの2点ももちろんね、気をつけてください。はい、あとはちょっと難しいですが3ポイント、こちらをかけていれば正解というふうにしたいと思います。では一応最後にね、残った漢字だけ、問い5番漢字だけ終わりにしましょう。はい、書いておきます。蓋、これですね。山水に猿に皿です。山水に猿に皿。そして隣接、隣に接するですね。そして最後呼称です。まあ呼ぶ、称号の称ですね。まあこれらの漢字は大丈夫だと思いますね。さすがに東大ちょっと受ける方でこれができないとなると、まあ本文読めなくなっちゃいますから、ちょっとできない方は単語集とか買って勉強しておいた方がよろしいかと思います。それではね、一応1から5まで全部の問いが終わりました。はい、でもう一度繰り返しますが、東大の問題、まあ東京大学って言ってね、日本で一番難しい大学ですから、まあかなりうっというふうに身を引いて、すごい難しい問題なんじゃないか、まあ受験生が解けないような変な問題が出るんじゃないかっていうふうに考える方もいるんですが、本当にそんなことはなくて、もう本当にね、よく作られた練られた良問です。本文全体を根拠にしながら展開を考えて、本文をいかに深く、そして正確に読んでいるかということを聞いてくる非常な、ね、非常にいい良問です。過去問をね、いっぱい使って勉強をしていってほしいと思います。そしてその際、問題を解くときには、まず傍線部をしっかり考える、傍線部をしっかりよく見て、どこを言い換えしなきゃいけないのかっていうことをまず考えるわけです。まあ選択肢というか傍線部を区切るわけですね。でそれぞれの言い換えというものを近くから探していって、で回答を自分なりに組み立てていくという感じです。そして探すことができない単語、今回は虚構というものがありました。そういうふうな単語に関しては自分なりに本文に合うように説明を加えるといった感じです。で例えば予備校とか赤本青本みたいなすごいね、綺麗な回答にする必要は全くありませんから、そういうふうに自分でまず根拠を明確にして回答をしていってください。それでね、ちゃんと点数がもらえるようにできていますから大丈夫です。それでは回答解説を終わります。ご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは現役予備校講師監修のもと、大学受験の過去問や勉強法などを随時配信予定です。Twitter でも受験生へ向けた情報を発信していきますので、チャンネル登録、高評価、Twitter のフォローをお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。